暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。神様に作られた被造物として、また不完全な人間として、私たちはさまざまな条件のもとでしか生きることができません。遺伝、環境、その中で各自が自分らしい人格性、パーソナリティというものを作ってまいります。生まれつき体が弱くておいでになる方、それから本当はアメリカに生まれたかったのに日本という国に生まれて育っていらっしゃる方、または平安時代に生まれたかったのに20世紀21世紀に生きている方、これらはみんなそれぞれが与えられた条件でございます。では人間はこのような遺伝環境の産物かといえば、決してそうではありません。ヴィクター・フランクルが申しましたように、人間には遺伝環境を超えた第三の力、自由がございます。人間の自由というのは諸条件からの自由ではなくて、それら諸条件に対して自分の在り方を決める自由であって、これは他の動物に与えられていない人間の尊さのゆえんであり、またそれを使って人間は良いことも悪いこともできる自由と言ってもいいかと思います。人間が置かれている諸条件の中で、誰しもに平等に与えられている一つの条件がございます。それはいつか死ななければいけない死という条件です。死があるから私たちは死ぬまでにこれだけはしておかなければいけないというプライオリティをつけることもできるので、死というものは決して全て悪いものではないんです。カトリックの教会は11月を死者の月と定めて、普段考えようとしない、遠ざけようとしている死について考えさせてくれます。キリスト教では死は必ずしも忌避するもの、嫌なもの、全てが無になるではございません。キリスト教では死は新しい命に入ること、キリストが約束してくださった永遠の命への門出でもございます。日本語に使命という言葉があって、私たちは一人一人使命をいただいてこの世に生まれてまいりました。命を使うと書きますけれども、果たして私たちの人生が苦しみ、悲しみ、成功、失敗、いろいろなことに満ちていようとも、私なりに自分の命を使った時に、私は私の使命を果たして、そして神様の身元へ旅立っていく。英語で Going homeTo God という言葉で表しておりますように、私たちの魂のふるさとである天国へ、神様の身元へ、永遠の命へと旅立っていく、それがキリスト教の死でございます。自分がいつどこでどのような死に方をするかどうかは誰にも分かっておりません。いつ死が訪れてきてもいいように、死者の月
という月が設けられて、私たちにその準備をさせてくれます。キリストは生きていらっしゃる間にたびたび死について、それを遠いところに旅立った主人が思いがけない時に戻ってきたという例えで語っていらっしゃいます。帰ってきた主人は留守中のしもべたちの仕事ぶり、生き方、それを評価、査定なさるわけでございます。ですから私たちは死がいつ訪れても慌てないで済むように準備をしていなければいけないんです。アロイシオという一人の聖人がおります。この人は若くて亡くなった修道者でございましたけれども、まだ16歳ぐらいだった時に友達と遊んでおりました。そこに先生が来て、君たち今から30分後に死ななければいけないとしたらどうする？とお尋ねになります。口々に少年たちが、僕はお母さんのところに行ってさよなら言ってくる、お部屋を掃除してくる、チャペルに行ってお祈りをしてくると申しました中で、アロイジオだけは平然として先生に、僕は今のまま続けていますと言ったという話がございますけれども、このようにいつ死が訪れても慌てふためかないで済むことができる自分でありたいと思いますけれども、なかなか難しいございます。で、私は大きな死のリハーサルとして、小さな死というものを自分の生活の中に実行しようとしております。嫌なこと、辛いこと、したくないこと、つまり自分にとって死と思える小さなこと、それを喜んで口の中で小さな死とつぶやいて笑顔ですること、それが大きな死を迎えるリハーサルではないかと思っております。私は18歳の時にカトリックの洗礼を受けて、マリア様への祈りを習いました。そのお祈りの中に、罪深い私たちがのために今も死を迎える時も祈ってくださいという言葉がございました。若い時の私はなぜ死を迎える時、臨終の時も祈ってくださいと今から頼まなければいけないのか、不思議に思ったことがございます。でも年を取りまして、死というものを身近に感じるようになりまして、自分にとって一番大切な瞬間は死を迎える瞬間、そしてその時にこそマリア様のお祈りを必要とするのだということをしみじみと感じております。人は生きたように死ぬものだという言葉がございますけれども、私は必ずしも生きたように平安のうちにお亡くなりになった方ばかりを見てまいりませんでした。私の父にしても決して悪い生活をした人ではないと思いますけれども、最後43発の弾を受けて血みどろの中で死にました。キリストがゴルゴタの丘で十字架につけられた時に、その傍らに二人の盗賊がつけられておりました。一人の盗賊は最後までキリストの悪口を言い、口汚く罵っておりました。ところがもう一人の盗賊は改心してキリストに向かって、あなたが御国においでになるとき私を思い出してくださいとお頼みをいたします。
苦しい息の下でキリストははっきり言っておく、今日あなたは私と共に楽園にいるとお約束をなさいました。十字架につけられるほど悪行を重ねた盗賊でございます。それが改心をすることによって、今日私と共に楽園にいるという約束をいただいております。私たちが外から見て随分むごたらしい死だと、必ずしも生きたようにお亡くなりにならなかったと言っても、私たちには知らない神様とその人との間の約束事があるんだと思います。十字架につけられた人々を遠巻きに眺めていた群衆たち、その人たちの目にはまことにむごたらしい残酷な、そして醜い情景しか映らなかったと思います。しかしながら、その中で交わされたキリストと良き盗賊と私たちは呼んでおります。時には天国泥棒と呼ぶこともございますけれども、天国さえも盗んでいった、その泥棒との間に交わされた会話は誰も知る由がなかったわけでございます。私たちも考えたくない死かも存じませんけれども、いつ訪れるかわからない死、その準備をアロイジオのようにできないとしてもしたい。それから死のリハーサルとして、小さな死を日々実行したい。そしてイエス様のお母様であるマリア様のお取り次ぎを願って、今も死を迎える時も祈ってくださいという祈りを唱えて、良き死を迎えたいと思います。神の母聖マリア、罪深い私たちのために、今も死を迎える時も祈ってください。聖母への祈り。